奴らは分かってない。情報からも明らかだ。同意しません。なら説得しろ。それが君の仕事だ。行かなくては。失礼する。よく帰ってきた、ルーカス。ありがとうございます。帰国できてよかった。部下は感謝してるだろうが、もうするな。お前が作戦の要なんだぞ。まったく心配させるな。仕方がなかったんです。捕まるしかあいつらを生きて脱出させる方法がなかった。交換相手がいてよかった。あの女は？コードネームはエコー。ビサリ首相からの強い希望があってな。人類とのハーフということ以外は何もわからん。あ、見せたいものがある。新ヘルガーンの指導者として過去の過ち、こいつはもう見ただろう。交渉は何日も前に決裂。政府はあがき続け、他の選択肢を探してる。見つかるはずがない。ふん、いつから政治家を頼るようになったんです？まったくだ。大変な思いをしたお前に酷だとは思うが、お前しかいない。ここは勝負どころだ。一つ間違えば全てが失敗に終わる。全力で当たります。壁の向こうに偵察を送った。軍事通信の傍受、移動と兵站の調査、確たる証拠があれば攻撃できる。それから？何かあった。2時間前だ。以来連絡がない。頼りはお前だけなんだ。部隊を見つけて連絡し、情報を持ち帰れ。ヘルガストには気づかれた。これはダメージコントロールだ。痕跡は残すな。綺麗に掃除してきてくれ。やってくれるな？パルサ、こちらシャドウ18、施設内だ。よくやった18、オールと武装を確保せよ。了解。パルサ、監視カメラを発見した。敵の抵抗が予想される。タクティカルエコーで危険を探知しろ。気をつけろ18。パルサ、以上。しかし対話の条件として、シンヘルガーンが一定の情報を示す必要があると主張しています。そちらに応援を任せる。
タルサ、シャドウ18だ。最初のパッケージを確保した。次に向かう。ラジャ、18。近くで弾薬が補給できるはずだ。弾薬パッケージを入手。了解、ワンエイト。このエリアを見渡している。きっと墜落現場だ。現場に向かって捜索せよ。今から向かう。ワンエイト以上。バルサ、ワンエイト、墜落現場に到着。乗員は3名死亡。死体は調べられた後だ。死因は墜落のようだ。他の者は近くにいるはずだ。探し出せ。痕跡を残すなよ。機体を破壊しろ。バルサ以上。会えてよかった。状況は？エンジンをやられて墜落しました。情報はどこだ？はい、何をする。
するにせよ急がねばなりません。エンペイ号のドロップシップを奪いましょう。ダムの上の機関砲で粉々にされちまうぞ。バルサ、シャドウ18だ。情報と隊員を確保したが、敵は火力でこちらの脱出を妨害している。排除して進む。以上。了解18、必ず成功させろ。了解です。バルサ以上。俺は爆薬をセットしてくれ。お前らはここに残って連絡を絶やすな。必ず迎えに来る。対空砲を発見した。脱出に支障が出るかもしれない。他の道はあるか。いや。では破壊しろ。爆破の準備ができたら連絡しろ。パルサー以上。プログラム33、状況は？バルサ、18だ。最後の爆薬をセットした。了解。敵の通信は依然活発なままだ。通信塔を破壊して報告せよ。了解した。バルサ、目標に向かう。18以上。
信塔を破壊するのか。そのつもりだ。バルサ、ワンエイトだ。10分で脱出の準備ができる。ロジャー、ワンエイト。偵察部隊、通信を聞いたか。俺はドロップシップに向かう。現在地は？そちらに向かってます。まもなく到着します。